北マリアナ諸島自治連邦区、通称北マリアナ諸島は、ミクロネシアのマリアナ諸島のうち、南端のグアム島を除く、サイパン島やテニアン島、ロタ島などの14の島からなるアメリカが衆国の自治領である。首都は、サイパン島のススペ。北マリアナ諸島は、1945年まで日本の委任島治領である南洋諸島を構成していたが、戦後、 米国の信託党地下の太平洋諸島、信託党治療となった。その後、共に太平洋諸島信託党治療を構成したパラオマーシャル諸島、ミクロネシア連邦が米国と自由連合関係にある独立国となったのに対し、北マリアナ諸島は米国の自治地域であるコモンウェルスとなった。北マリアナ諸島の住民は米国の市民権を有する。 州とは異なり連邦税の納税義務を持たず、合衆国大統領選挙の投票権もない。ただし二大政党の合衆国大統領予備選挙では、州同様の大議員選出権があり、大統領候補者指名に加わることができる。合衆国議会の議員選挙権もなく、首都ワシントン DC に北マリアナ政府代表が常駐するにとどまっていたが、 2008年より、オブザーバーの資格で合衆国会員の委員会に代表委員を送ることが認められるようになった。北マリアーナ諸島連邦と日本語訳されることがあるが、連邦制を敷いているわけではない。北マリアーナ諸島の地図北から順番に以下の通りとなる。ロタ島の南にはアメリカ合衆国巡州のグアム島がある。グアム島も含める場合は、 マリアナ諸島と呼ぶ。北マリアナ諸島政府代表期限前に、東南アジアから渡ってきたチャモロ人の定住を経て、古代にはタガオ朝が成立した。1565年には全島がスペインの支配下に入ったが、チャモロ人の反乱は絶えず、スペインチャモロ戦争が勃発する。1698年には全島民がグアムに強制移住させられた。 1898年、米西戦争の結果ドイツ領となり、第一次世界大戦後、日本の国際連盟委任党治領になる。太平洋戦争中、日米の激戦地として、住民を巻き込んだ地上戦が展開された。戦後、アメリカの国連新択党治領を経て、1978年から北マリアナ諸島として、アメリカの自治領になる。 チャモロの民族衣装日本統治時代のチャモロ人、アメリカ市民権を有する者の,の中では、先住民族のチャモロ人、カロリン人が圧倒的に多い。先住民の多くがスペイン統治時代に伝来したカトリックを信仰している。最初にこの島々に居住した人々の子孫はチャモロ人と呼ばれるが、現在はミクロネシア連邦に属するカロリン諸島との交流も古い伝統があり、 カロリン諸島系の住民も少なくない。ドイツ及び日本による統治時代には先住民による遠洋公開禁止政策によって一旦カロリン諸島との交流は途絶えたが、1970年にサタワル島の広報しルイス・レッパン・ルックが再びカロリン諸島とサイパンの間をカヌーによって公開し、現在は両者の交流は再び盛んになっている。戦後、 北マリアナ諸島には多くの外国人が移住しており、特にフィリピン人と中国人の人口はチャモロ人を凌駕している。主に公用語である英語、チャモロ語、カロリン語が話される。ホテル日光サイパン主要産業は日本人を対象にした観光業であり、観光客のほとんどを日本人が占めている。かつてジャルグループはグアム以上に サイパンの観光開発を重視しており、日本サイパン間の路線を毎週14便運行し、年間16万人を旅客輸送していた。ホテル経営にも積極的でホテル日光サイパンを営業しており、最盛期には大型ショッピングモールラフィエスタ3ロケ、ショッピングプラザをオープンさせ、脚光を浴びていた。ラフィエスタでは、 日本航空のジャンボジェットで空輸した雪で雪祭りが行われ、観光客のみならず、地元住民も楽しみにしているイベントであった。しかし2005年後半以降、収益性の低いリゾート路線のコスト削減の観点から、日本航空の定期便運休や再パンチ点撤退の影響もあり、ピーク時に比べ30%減と日本人、観光客が減少傾向にある。 これに対して、韓国人や中国人の観光客が増加しているが、日本人観光客減少の損失を補えるほどではなかったため、北マリアの経済は大きな打撃を受けることとなった。マリアナ政府観光局は、再び、日本人観光客を誘致するための政策を行っているが、2018年5月6日をもって、デルタ航空がサイパンから撤退することが決定し、 サイパンと日本を結ぶ直行便は途絶えることとなった。しかし、マリアナ政府観光局の働きかけにより、2019年3月22日からスカイマークが成田サイパン間に国際チャーター便を就航させ、2019年11月29日より定期便化し、サイパンへの定期直行便が復活した。かつて存在していた縫製工場また、かつては 繊維業が盛んであった。北マリアナ諸島では、コモンウェルス名約の規定により、独自の労働法や出入国管理制度が認められていたため、最低賃金を合衆国政府が定める基準よりも低く設定し、そして入国審査も緩くすることで、中国人の出稼ぎ労働者を受け入れ、彼らが働く繊維工場がいきなり各地にできた。北マリアナ諸島は、 米国領であるため、メイドイに USA の表示が許され、安価な北マリアナ製衣服が市場を席巻した。しかし、労働者に対する不当な搾取が問題化したため、合衆国政府は北マリアナ諸島政府からこれらの権限を剥奪し、合衆国政府の管理下に置くこととなった。そのため、これらの繊維工場は次々と閉鎖されることになった。ありがとうございます。